フェイド・ユーネイです。まあ、ここ最近ね、まあ前回のような悲劇がね、まあ度々起こる中、まあ嬉しいことにね、新メンバーが加わりました。暗いな。ナミ・テントウくんです。まあ以前このケースにいたね、あの、反転模様の 個体と種類的には同じですこれなんて言うんでしたかね二門型かな波伝灯ってね、色彩に変異がんね、多様でして、まあ、一時期私もね、まあ、彼らを集めて観察するのがマイム,マイブマイムーブでした。<laughs> まあね。 ちょっと失礼ちょっとうんまあ親のねまあ親からの遺伝によって模様が変わるとかまあどっかの本で見たことがありますねまあでもその本で見たやつだとなんか同じ模様を掛け合わせて結構いろんなのが生まれてたと思うんですよね同じ兄弟なのにまあ ね、まあ遺伝子の不思議というものはなかなか多様なものでまあこの私もね珍しいもの、まあ、神秘的なものにはね神秘的なものが大好きなのでまあそういう不思議はね、まあ、どんどこいって感じなんですがまあこの子の場合はどこにでもいるタイプですね。 まあ前回の子もどこにでもいると言っちゃうどこにでもいるんですけど <laughs> まあそんなわけでね今この子が興味を持っているのはメロンパンのかけら、ね、こちらの昆虫ゼリーに,に混ぜているのと同じ、まあ、ピーチ味の野菜ジュースと牛乳を混ぜ合わせたものが含まれております天んぷしって テントウムシといえば肉食性だと思われるのですがまあこういうねまあ水っ気があるものなら何でもいけるようでまあ今はパンにご就寝ですがまあ来て来たばかりの頃は、まあ、こちらの昆虫ゼリーにも興味を示しておりました。 まあ、根ゼリーというよりも、この、ジュースにですね。おう、神切り虫くん。んもう、この中で最さんのくせに、ね、こちらに帰ってきてからというもの、まあ、若返ったように元気になっております。まあ、とはいえね、ぐっすり眠っていることが多いのは相変わらずですが、 以前の反転模様の個体に比べて、まあ、随分おとなしい印象の、まあ、あるこの子ですが、まあ、まあお、おとなしいというのはね、まあ、飼ってる、ね、この私からしてみれば、随分嬉しい。 性質ですあの反転模様の個体は本当もうちょこまかちょこまかと動き回ってまあ本当にね、まあ、脱走されかけたことが何回かありますしねうんまああと後ろに転がってるねまあ、羽みたいなものは別にこの子のものじゃありませんちょっと私のね 部屋に入ってきて、入ってきた赤い絵かをね、ちょっとこの中に放り込んでおいたら、なんか侵入してきたアリにやられたみたいで、もう動き出した。まあ。 まあ別に、まあ別にと言っちゃちょっと、うん、まあね、迷惑かけられた身なんで、まあ別に赤い絵いてね、対して別に謝罪する気はないですけども、ちょっと本当にね、悪かったなとは思っておきたいと思います。うん 本当におとななしいなまあところでねこの個体を見つけたのはねえっと私が今暮らしている漁 <laughs>、うん、のね窓の寮の内側の窓なんですよねまあなので冬眠明けだと思われるのですまあつまり去年成虫になったねまあ年配さんというか 多分実年齢としてはこのカミキリムシに近いんじゃないでしょうか。まあ、あと、ここに別にいるね、ゴモクムシたちにも、多分実年齢としては近いと思われます。1歳未満ってところですかね。まあ、前回の子はね、ちょっと残念なことに、 私が留守にしている間に、まあ、天国に召されてしまったのでまあこの子をねどこまでまあ生かしてあげられるか本当はやっちゃいけないとは思うんですけどもまあ挑戦していきたいと思います、うん、それではまた